心に穴が開くというのはね。バランスが崩れるどころの話じゃない。生きるための活力が足りない状態だ。ああ、うつ病みたいな感じか。まさに今の俺だな。<laughs> マジでこの世界からエロげなくなったら、俺死ぬもん。心身どちらにも良くないことを引き起こしてしまう。これは決して脅しではないよ。いや、脅しとるやん。<laughs> 実際に起こりうる系の脅しやねえか。本当に忠告っぽい忠告してくるとは思わなかった。はぁ、あ。 チャイムかじゃあ、今日はここまで。先生が教教科書をを閉じ教室を出ていく星名、大丈夫なの久々の若菜やね。<laughs> 超懐かしく感じるんだけど。<laughs> マジで朝眠そうにしていた昨日の若菜以来か病気なのか実は一生治せない病気なんだ。中二病って言うんだけどな。<laughs> 心配されることはないって。頭痛がしてたけど、薬をもらったらすぐに治ったから。それならいいけど。こんなに心から心配してくれる若菜だよ。主人公明かしてもいいんじゃないかと思うけどね。でも、遅刻してても登校するあたりは真面目だよ 俺ならサボる絶対いやわかるわ <laughs> もうなんか言っても意味なくねみたいなね <laughs> <laughs> まあ俺は放課後にある部活が楽しみだったから、絶対に欠席はせず遅刻で行っていたけど、家でぼーっとしてても仕方ないからな。無理はしない方がいいよ。顔色がいつもより悪いかも。バカながずっといい子やん <laughs>。こういうこと言われると、寄りそう泣いちゃいそうになる。そうか自分ではそんな感じはしてないんだけど、顔色の悪さが自分で分かっていたら、この世で急に人が倒れるなんてことは起きないんだから <laughs>。自覚症状のないまま、他人が第一発見者になるみたいなもんなんだから、うん。 気にしすぎなだけかな若菜がすごい気にしてくれるね <laughs>。何なの昨日あんまり出演できなかったから、今日いっぱい爪痕残そうと思ってるの <laughs>。悪いって言うほどじゃないと思う。けど確かに元気はなさそうだなままあ、病院に行くぐらいだから当然か。これあれか根での集めていた心のかけらが主人公に取り込まれたことによって、主人公の心身にすでに異常を期待している <laughs>。七尾の忠告がそれ通りになってしまうとか自分ではいつも通りのつもりなんだけどな。そっか。 いや、本当だよ。<laughs> 大抵ヒロインたちが変なこと言うときって何かの悪いフラグなんだけど。ふふ不なこと言うな、お前。いや、こっちこそ。心配かけて悪い。けど大丈夫だから。調子が悪くなったら無理せず、相対とかした方がいいぞ。こんなに心配してくれる友達が二人いるだけで、主人公、委員客会の中でも結構トップに君臨するぞ。<laughs> あ、そうするよ。そうして、六限目までちゃんと授業を受けたものの、全然集中できなかった。それほど考えていたにもかかわらず、何の進展もしてないんだよな。やっぱり前向きになる方法なんて、ちょっと考えたぐらいじゃ、 体なんて出てこないやそれゃ今更ちょっと考えたぐらいで治ってたら主人公こんな思春期になってまで悩み続けてるわけないもんね結局最後まで授業を受けたな体調は大した根性よね <laughs> 俺なら昼が来る前にさっさと帰るわやっぱ今日体調悪いんで帰りますって特に問題ないけど今日はまっすぐ帰るそれがいいだろうなあ、送っていってやろうかなぜだろう今だけはアキラがチャラく見えない <laughs> 誠実な紳士に見える <laughs> 男に言ってるのと女の子に言ってるので全然こんなに違うのか <laughs> いいよそんな大な 大げさなことしなくて男に送ってもらうのも寂しいしな断り方が主人公すぎるな <laughs> 星な習字節が出てるぞ <laughs> 減らず口が言えるなら心配なさそうだなそういうことじゃあな気をつけて帰れようわーこれ最後の言葉にな、ね、なんか心配だな <laughs> 大抵こういう気をつけて帰るよとかそういう系の話ってこの後何か事故に巻き込まれたりするんだよなあやちさん教室を出た俺は廊下の先を歩く彼女を呼び止めるあ投稿してたの <laughs> 時間ずらしたって言ってたけど、全然出てこないなって思ったから、今日お休みかと思ったわ。俺が投稿した後、休憩時間になってから投稿したあやつさん、懸命だね <laughs>。俺でもそうするわ <laughs>。今日も部活に行くみたいで、特別荘の方に向かっているところだった。星野君どうかかししましたかいや、用事ってわけじゃないんだ。ただ、今日はもう帰るよ。そうですか。家でちゃんと考えるよ。相馬さんから説明されたこと。だから、少し時間が欲しい。この主人公の出した答え次第では、ご家見の未来を救う結末になるかどうかも変わってくるってことだよね。まあ俺の予想では主人公は、 がおかけんに入入っってててあと1人部員が入ればって感じで考えてるんだけどチャンネル登録最後までご視聴いただきありがとうございましたよかったら高評価コメントチャンネル登録お願いいたしますそれではまた次回の動画でバイバーイ